なんかもうちょっとじゃあ面白い話面白い話こっちの方がいいってもうみんなもそんな感じなんで、じゃあ僕が今やりたいことちょっと言っていいですか。あ、いいですね。いろいろやりたいものは前僕面白かったのはパナソニックさんのね、はいはい、会合に出た時にぜひパナソニーをやってくださいっていうふうにおっしゃった。そうそう、でもパナソニーはね、三田さんね、パナソニック側はやるって言ってますよね。あ、そうなんですか。あれ面白かったなと思った。あ、ぜひお願いします。うん、あとねあれ、はい、僕はそれでやりたいのは、半分アナで半分ジャルのデザインの飛行機。そのこっちから見るとアナだけどこっちから見るとジャルっていう。でそれってつまり日本で最も仲の悪い企業が手を結ぶっていう、それは一つのオリンピックのに向かって日本が一枚岩になってるってのを外に発信したり世の中に伝えるには最良の方法だと思うんです。なるほど。で僕はそれを、まあ、今 JAL の仕事してるんで、冗談でちょっと言うじゃないですか、はい、たらまあはははみたいな感じで笑い飛ばされるんですけどその今年のアエラの第1号の特別編集長とやらせていただいた時に、はい、広告もいじっていいってことだったんで自分で営業したんですよ、いろいろ。でその最初の営業先はJAL とANAが見開きで広告を出すと。それでここで我々はこれから一緒にやりますみたいな広告を出したい、はい、で表紙はお茶の参戦記がみんなで握手してるっていうにしようと。面白いですね。で一応お家元、裏のお家元に電話したんですよ、そしたら剣もほろろに断られたってか参戦家だから嫌だっていうのではなく今自分はちょっとメディアにはあんまり出たくないんでって断られたんで、あ、じゃあもうお茶はやめようと諦めて、はい、じゃあ JAL とANAだっつって、で朝日新聞出版の広告の人がANAに行ったんですよ、はい、で僕は JAL に行ったんですよ、うん、でこういう企画で、こういう企画っていうのは見開きで出るっていうのは言わないんですよ、うん、特別編集長を僕がやるんで、うん、ぜひ広告出稿してほしいということでお願いに行ったら両者すごいやりましょうと、はい、でこれをいつ言い出すかなんですよ。このお隣さんはお隣さんはジャルですよアナですよっていうの。なるほどね。で僕はなんか今の日本の世界における役割ってこういう本来はね、うんうん、こうどっかとどっかをこう会えたり和ませたり和らげたり関係をするっていうのは本当日本の一番の役目だと思うんですけど、それをね、言い出すのがすごい難しくて言い出したんですけど、もう全く無理でしたね。あ、そうですか。ありえないっていう反応でした。なので結局 JAL だけになってしまったんですけど、やっぱりこう仲直りさせる力を日本が本当はもっとこう世界にアピールするとすごいかっこ よかったりしないですかね。だから僕はやっぱアナジャルが世界の空港を飛び回ると、なんか日本すごいなっていうか、そのワンワールドとスターアライアンスがこう両方こうあってですよ、書いてあって飛んでるっていうのはなんかすごく面白いんじゃないかなと思うんですけど、ね、なるほど。まあ、でも僕がやりたいのはそれじゃなくてですね、違うんですか。こんなに時間使ってみたら、すいません、今のもう5分ぐらいです。違う僕がやりたいのは、はい、僕はそのお茶を本当よく最近考えるっていうか、はい、千利休って400年後の今を想像してたのかなとよく思うんですよ。そんなに先まで自分が作った文化っていうかその作法っていうかスタイルがね、はい、続くと思ってたのかなと、で多分そこまでのことを考えずに、後の人がそこにいろんなものを積み重ね残っていくじゃないですか。でお家元になりたいと今僕の密かな夢が。なるほどなるほど。これはお茶のお家元じゃないですよ、当然、新しいものを開けば400年後に開祖小山薫堂とか名前もほらなんとなく幸いなことぽい、ね、ちょっとなんかかなりぽいですよね、なんか和の感じなんで、小山流ってなんかぽいですよね、いけんじゃないかなと。 あまり
どうなるか考えずにですよ、はい、とりあえずやってみるということが大切で、うん、であるんですか今のところ。僕やりたいのは、うん、湯道をやりたいんですよ。湯道、ええ、お風呂に入るというこの日常的なものを作法や遊びや和みの装置にすることによるなんか平和ってあると思うんですよ。なるほど。だって古代ローマから、うん、そのお湯ってのは人を和ませ、うん、集めるわけじゃないですか、はい、そしたらどうなるか分かりませんけど、うん、でまずはその浅千家と深千家っていうのを作りたいんですよその浅千家 とりあえず聞いておきますけどその2つの違いをあのね浅千家は、はい、まあ読んで字のごとく、うんうん、浅い泉の家にするか浅い銭湯の銭の家にするかどこからで広めていくかによって変わるんですよ。銭湯を牛耳るっていうのもあると思うんですよ、ね、なるほどね、うちの銭湯は浅千家とで浅千家はリラックス、なるほど、浅くて、はい、湯船が浅くてこう、うん、洋風のバスタブでぬるくてジャグジーみたいな、なるほど、結構ほら ラグジュアリーなちょっとこう、うん、癒し系ですよね、うん、で深千家はここまで浸かるお湯も集め薪で炊いた井戸水をなるほどこう気合で入って精神をパッとこうなんか一本芯を通すみたい なるほどでその2つでこう始めたいなとこれダメですか、ね、いやいやいや、でもぬる千家とか厚千家みたいな、厚千家それもありますねそれもありますね、あります、ぬる千家厚千家、そこのもう言葉選びっていうのは非常に大切だと僕は思うんですけどもう一個やりたいのが、ええ、まだあるんですか。あるんですよ、もう一個その、ね、ええ、つまり始めた人のことを想像するっていうのが好きなんですよ。あ、か開祖っていうか最初のね、最初のね、うん、で最初の一歩っていうのが実はものすごく、うん、一番簡単でいい加減でいいと思うんですね、うん、後に引き継げばいいので、天気予報、うん、日本の天気予報、最初の天気予報っていうのは1800何年だか忘れましたけど6月何日出たんですけど、その時の天気予報って日本全国の天気なんですよ。うん、明日の天気は概ね良好、ただし風が強くなり雨が降るところもあるみたいな絶対当たる天気予報なんですよ、でこれを本当にその気象庁の前身が真面目に出してるわけですよ、うん、なるほど ね。でも天気予報というものを出したということが、うん、で今まさかねそれを出した人がですよ、うん、誰が原稿書いたか知りませんけど、はい、百数十年後に日本のこの国のこの地域は明日何パーセントの確率で雨が降るとかって絶対想像してないと思うんですよね、うん、それをでもその人が一歩を踏み出さなければ今の天気予報はないわけで、そう考えると僕は今旬食予報っていうのをやりたくて。旬食予報、ええ、旬食予報っていうのは、これは日本の食を世界にアピールする、日本の食文化のレベルの高さをアピールするために、なるほど、その旬はあの旬ですね、旬、つまり出荷、今はこれが出荷されてて、うん、皆さん人参が今安くなってますよとか、うん、そういうのって世界でないじゃないですか。旬食、食を情報ショーにしてるニュース番組にくっついてるって今だいたい天気予報しかないの で、はい、で、あの軽井沢でにお家をお持ちの方はよくご存知だと思いますけど、軽井沢にモンキーリポートっていうのがあって、あのだいたい天気予報やって東京の天気やって渋滞情報やってあとモンキーリポートやるんですよね。今お猿さんの群れは、中軽井沢のどこどこに上がったところにいますどこどこ襲撃中みたいな、襲撃中みたいな昔は皆さん猿の群れを見かけたら石などを投げましょうって言ってたんですけど、それは最近言わなくなったんですけど、でもそれはほらその土地の文化っていうか、それを聞いたことによって、あ、軽井沢ってなるほど、ね、猿のそういう情報までやってるって面白いなと思う。それと同じで、もし日本に旅をしに来た人がですよ、はい、いや日本のテレビ見たらどのチャンネルでもニュースの後に天気予報やった後、食べ物がどうこうついてるようなのをやってると、うん、でそしたら、スーパー行ったらこういうのやってる、うん、
それにちなんだ食材売ってるとか、レシピサイトがそれになんか連動してやってるとかって、日本の食文化ってやっぱり進んでるよねと言われそうじゃないですか。で僕はそのまたやりたいのはヤンボーマーボー春食予報っていうのをやりたいんですよ。それでヤンマーがやるには最高じゃないですか。で、ね、あなるほどね、うん、だって農機具を売ってるわけじゃないですか。で、ね、であれ天気予報も農家さんのために天気予報あれやってたわけじゃないですか。でもあの新しい戦略でヤンボーマーボーは引退させられたんですよね、はい、で僕はそれをスカウトして、なるほど、そのヤンボーとマーボーをスカウトし味の素さんかなんかで、ヤンボーマーボーを旬食予報をやるとすごく面白いんじゃないかなっていうね、うん、なんかあれですね。それでミノモンタさんとかがこう出てきて結構市場操作とか こんにゃくがいいとかって言って勝手になんかこう売れるもん変えちゃったりとかしてインサイダーが起きちゃった。インサイダーが起きる。そうですね、それはだから農水省がちゃんと管理して、ね、管理する。インサイダーが管理する。そうですよね、はい、ちょっと時間なんか一回じゃあフロアなんかあれですか、なんかもう全然まあでも面白いからこっちがいいかなって感じですけど、なんかあのご質問。はい、あはいはい、くまモンはですね、くまモンは何か持ってくればよかったですね、まあ、いいや、そもそもは九州新幹線が通ると、で九州新幹線が通るけれどもストロー効果で熊本県は損をするだけじゃないかっていうんで盛り上がってなかったんですよね、2009年ぐらいから。でその頃に僕のところにあの熊本県庁の人が、観光の何かやってくれませんかと。でなぜ熊本県の人が僕のところに来たかっていうと、ちょうど送り人がアカデミー賞を取ったからなんですよ。でそれまでも何度かいろんな人が僕のところ行ったらいいんじゃないのって県庁に言ってたらしいんですけど、いやよく知らないからダメって言ってた。でアカデミー賞取った途端に小山さんしかいないと思うんですでも世の中ってそういうもんじゃないですか。そうですね、そうですね、だって為末さんもオリンピックに出てそれなりの実績を上げるから言われるわけじゃないですか。そうですね、ね、うん、そういうのってまあしょうがないんですけど、それで僕が最初に思ったのは、観光そのものがあんまり僕は好きじゃなくて、好きじゃないっていうのは無理やり観光をする必要ないんじゃないかなと。観光に向いてるところもあれば向いてないところもありますよね。で熊本県の場合は天草とか阿蘇は僕も確かにいいな思うんですけど、そうじゃないところはその予算をもっと違う生きた予算を使った方がいいんじゃないかなと。例えばもう観光予算1000万町に来てパンフレット作るんだったら、どうせ県もパンフレット作ってるから、それでみんなで牛を買って焼肉大会をやったら地元の人はすごく喜ぶだろうし、で地元が食べてるとみんな面白がってくるかもしれないから、なんか違う使い方した方がいいなと思い、でもそのただ観光キャンペーンで予算を使える、そのお金を自由に使えるとなった時に、そこに暮らしている人たちが幸せな気持ちになるためのお金になればいいなと思ったんです。でどうやったら幸せな気持ちになれるかなって言ったら、今の暮らしの、樽を知る、一言言うと今の暮らしのうわこんないいものがあるのに見えなくなると、まあ、よく言われがちですけど、熊本の場合はすごく阿蘇に降った水が20年かけて湧き水になっているのにもう当たり前のようになってしまっている。で僕も高校生までは熊本にいたんですけど、久しぶりに帰るとこんなお水美味しかったかなと思うと、でそういう観光客の気分で自分の街を見回した時にびっくりすることがたくさんある、サプライズが実はいっぱいあるんじゃないか、それを見つけましょうよ全員で、県民で、これを熊本サプライズという県民運動にしましょうという企画を考えて、それで水野学さんに、はい、デザインをお願いしたんです、ね、なるほど。そしたら彼はそこはやっぱり言った僕が想像を超えてるっていうのは、僕はロゴマークをお願いしたのにびっくりしているキャラクターを
作ってきたんですよ、うん、これもロゴマークはこれでこれおまけですって言って、でそれがくまモンだったんですよ、うん、でこれを県庁に僕はすごく良かったと思ったのが、まあ彼のギャラにしてはすごい安いギャラでお願いをしました、はい、でも県庁の人にとってみればデザインにお金を払うという感覚がないからものすごく高いと思う額なわけですよ、うんうん、3桁の下の方の3桁ですけど、それでその時にこのロゴマークですって言ったらびっくりマークみたいなロゴマークで、これは俺も書けるよっていうようなマークなんですよね。でもそういうもんじゃないですかデザインって、うんうんうん、後で見せられるとそれは自分にも書けると思うけど、うんうん、じゃあやってって言ったらできないみたいな、うん、でそれこれはこれでおまけにこのキャラクターがいるんですって言ってくまモンを見せたらすごくお得感っていうか、なるほどついてきた、もう 県の人がすごいあこれはお得ですねみたいな、これはいいですねっつって、それで県の県庁のブランド化というところが、これを使おうというふうになって、それで良かったのはそもそもくまモンを提出した部署ではない部署の人が使ったんですよ、うん、つまり横串、普通役所だったら自分の課が考えたものは他の課にあげたくないし、うん、他の課は人の課が考えたものに乗っかりたくないけど、たまたま一番良かったのはその僕がアカデミー賞を取った直後だったんで誰でも僕の言うことを聞いてくれたんですよ、ね、なるほど、その県庁の人がで僕が言うことがに騙されてるっていうか、もうあの人が正しいんだっていうその錯覚をなるほど、ね、勝手にしてくれた、うん、それでこれ使った方がいいですよって言ったらみんなそうですよねこれですよって言って、うん、でいろんなとこが使い始めたんですよ、うん、そしたら県議会でちょっと待てと、熊本に熊はいない今まで熊本県は嫌な親父がいますねつまらんやつ、熊本には熊はいないというのを一生懸命こうようやく世の中にそれが浸透してきた頃になぜ今更熊本で熊、そんなベタなね、それはないだろうみたいな意見があったんですけど、でもやっぱり県知事の樺島さんはあの迷ったらゴー、皿を割れって言ったんですよね、その皿洗いするときに皿洗いしないで皿を割らない人よりも皿洗いをすごいたくさんすればそれだけ皿を割れるから、うん、とにかく何でもやって失敗していいからやれっていう皿を割れっていうのが川島さんの号令のかけ方なんですよ、で下の人たちをもうそれで言って、うん、でもくまモンだっつってみんなでくまモンを使い始めて、うん、それがよかった、くまモンになったっていう、あとやっぱり県民の人たちが最初に、観光のために作ったというよりは自分たちのために作ったキャラクターなんですよね、うん、そのよく県が、宣伝するためだけに県の内側を向かずに外ばっかりにこう行くのってあるじゃないですか、うん、あれじゃなかったのが良かったんですね、なるほどね、だからなんか外から視点でこう見つけ直すっていうのは結構この日本がこれからやるべきことかもしれないですね、日本のね、あとは結局ブランディングっていうのは感情移入じゃないですか、はい、どれだけそこに感情移入してもらえるかっていうことだと思うんですけど、うん、今あのくまモンは幸せ部長っていうのをやってるんですよ、うん、あの営業部長として十分頑張ったので、はい、そこにさらに部署を移動したって感じですね、で樺島知事に、お願いに行きましてくまモンをそろそろ昇進させてもらえませんかってお願いに行ったんですよ、うんうん、樺島さんがまあでも次の部署って言ったら副知事になるんですよねちょっとまずいと、熊本副知事はちょっと熊本県としてはあまりにもダメなんじゃないですかっつって、それであの幸せ部ってのを作ってほしいと、でそれはどうすれば県民の幸福量を上げることができるかっていうのを考えると、でそれは今県庁の中に熊本が部長の幸せ部を置き、各県内の民間企業に幸せ部というのを作ってもらって、それでその幸せ部がまあ CSR みたいなもんで活動をするということで、くまモンというキャラクターが生まれたことによって皆さんをまとめやすくなった。普通県が幸せ部作ってくださいって言ってもなかなかみんな言うこと聞かないけれども、
くまモンが部長です、皆さんの会社にも行きますとかって言うと喜んで作ってくれるっていうね、そういうすごくインナー向けのみんなを束ねるそのなんですかね、紐としてすごく価値ある存在になってますね。なるほど、はい、あれですね、小山さんに演出してもらう話の方がなんか面白そうなんで、なんかありますか、演出してほしいものとか、これを僕はオリンピックパラリンピック演出するとしたらどんな風にしますかっていうのを質問したいなと思うんですけど、もしその前に何か皆さんあったら、はい、僕が やってみたいのは、はい、やってみたいっていうか、もし好きにやっていいよって言われたら、日本ではない国から始めたいなと思うんですよね。開会式をですか、うん、ええ、つまり僕待ってるっていう絵本をあるんだ書いたんですけど、書いたっていうか本来はフランスのものだったんです。それを翻訳やって、でそれは待ってるって何かっていうと、その人の人生一生を綴った本で、ちっちゃい時はクリスマスを待ってるとか、ママの帰りを待ってるとか、ケーキが焼けるのを待ってるとか、でだんだん大きくなって恋人に会う時を待ってるとか、それでその人は戦争に行ってしまうんで恋人が無事に帰ってくるのを待ってるとか、で待ってるっていう言葉で人生のいろんな連続をこう表現できるんですよね。でその主人公の男の子はだんだん大きくなって結婚をし子供ができて、でやがて子供たちは自分の元を巣立っていって、で、奥さんが病気になり奥さんが死ぬ瞬間を待ってるっていうか、待ち望んでるではなく、でもその瞬間が来ることをもう、ね、準備してるっていうか受け入れなきゃいけないって待ってる、うん、で、その後また自分たちの息子に、子供ができて、まあ、孫ができる生まれるのを待ってるとか、そういう絵本なんですけど、なんかそのオリンピックの開会式を待ってる我々はいるけれども、一方でオリンピックと何の関係もないけども、そのオリンピックが開会するその時間に他のものを待ってる人たちってたくさんいるじゃないですか。もしかしたら雨を降るのを待ってる人もいるかもしれないし、何か星流れ星を待ってる人がいるかもしれないし、もっとこう戦争が終わるのを待ってる人もいるしっていう、そのなんか今地球上にある全ての待ってるが、全ての待ってるを提示しながら、そしてそれがだんだんこっちに近づいてきたら日本の人たちは東京オリンピックの開会を待ってるっていう感じになり、それで町全体、まあ北京オリンピックに近いかもしれないんですけど、今ほらドローンがすごいでしょ、でドローンでずっと結構低空で、海からやってきてあそこまで行けると思うんですよね、会場まで、はい、でそこの間にいろんな、世界中の人たちがそこに集まって、うん、日本のものだけではない、つまり、うん、見て見て日本っていうのは、うんうん、日本らしくないんじゃないかなと、むしろもっと我々は器だけれども、この器で世界の文化を会えましたっていう、でも最後のこっちの競技場の中は当然日本色を出す、日本の色を出すんですけど、それまではなんかもう世界中の今の地球の抱える問題などをこう見せていくような演出がいいなってちょっと勝手に。なるほど、はい、素晴らしいですね、はい、はい、あともう一方二方とかいいですか、伺って勝手に、パラリンピックはどうですか、パラリンピックの方が結構みんな困ってくるんですよ、そのパラリンピックどう扱っていいかっていうふうに言われるんです、パラリンピックやりたいってやるべきなんだけどどういうふうにしていいかで難しい感じなんですよね。で僕最近感銘を受けたパラリンピック関連ってことは2つあって、1つはギネスかなんかの広告で、僕聞いた話なんですけど、の広告 でイギリスでその車椅子バスケをずっとやるみたいなんです、はいはい、でみんなでずっとぶつかってガン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 やって、で試合が終わりましたって
でそれからギネス飲みに行こうっていうやつなんですけど、10人中9人が立ち上がるんですね。で1人だけ車椅子だったっていう、あの障害者だったっていうやつなんですけど、なんかそのそれがもう一つと、もう一つは、マーカス・リアムっていうドイツ人が今いるんですけど、彼が、ドイツ選手権を去年優勝したんです。で8メートル24センチでドイツで一番だったんですけど、彼パラリンピアンなんですね。でドイツで一番飛ぶ人になっちゃったんです。で彼の記録はロンドンパラリンピックの金なんですけど、ロンドンオリンピックの銀なんですね。で今のところ世界ランク1位なんです、その選手が。でこのパラリンピアンの方がオリンピアンより早くなっちゃうっていうのは、もう実はもうちょっと僕20年ぐらい先だと思ってたんですけど、結構数年後に迫ってきていて、なんかこのパラリンピックの未来みたいなものっていうのってどうなっていくのかなっていうのと、僕は個人的にはなんかその障害を持つっていうことに対しての見方が変わるすごい大きなチャンスじゃないかと思ってるんですけど、なんか、まあ、またすごいざっくりした投げなんですけどね、パラリンピックとかってどういうふうにこうなんて言うんでしょうね。ですごく僕は日本らしいなって気もしてて、会えるっていう意味ではパラリンピックとオリンピックを会えたらいいなって思うんですけど、まあ僕は個人的に反対なのは、多分パラリンピアンの方がオリンピアンより早くなってるのが2020年あたりでもう近くなってきてるので、逆に僕らがあいつら出したら俺ら負けちゃうじゃないかっていうあの世界が来てると思うんですけど、でもこのパラとオリンピックっていうことがこう合わさるっていうことは、どの国もまだうまく成功してないんですけど、そういうものってどう思われますか？いや僕すいません、考えたこともなかったんですけど、うん、確かにそれがそういうのができたら素晴らしいですよね。なんか僕がそのやりたいことがいろいろあるんですけど、その妄想をやりたいことがあるんですけど、その一つがあの今たまたまちょっとパナソニックさんの仕事してるんで、はい、パナソニックほら IOC の、ね、ああそうですね、スポンサーじゃないですか、はい、でそのあれができるんですってね、そのホログラムっていうか、空中に映像を映し出すっていう、その、あの映画の世界みたいな、はい、昔はこう煙を焚いてその煙にプロジェクターを映し出すとなんとかっていうのは、それはなんか理屈的に分かりますけど、はい、何にもなくてできるようになるらしいんですよ、空中に絵が、はい、そしたら僕がやりたいなと思うのは、オリンピックの記録ってすごいじゃないですか、幅跳び世界記録何メートルとか、はい、でそれを同じ記録の川幅の町が手を挙げて、うちの川これだからっつって、うん、でその川に行くとそれが飛んでるのが見えるとか、その世界記録とかオリンピックの記録が日本中のこう観光名所になるみたいなのはすごい面白いなと思うんですよね、うん、でそれだとなんかパラリンピックの、はい、結果で、うん、金銀銅の記録が、うん、商店街の中で走っているのか、なんかバスケットしてるのか分かりませんけど、うん、なんかそういうのがあったら面白いなと思います。なるほど。だからあの生活の中に結果が見えるっていう、だいぶ前に世界陸上でこうなんていうんですか、あのちょうど渋谷のスクランブル交差点が三段跳びの幅なんですけど、 あれでちょっと 見せたらあなるほどなとか、はいはいはい、電話ボックスがちょうど高跳びの世界記録なんですけど、 あれ見せたらあんな感じのイメージを実際に見ちゃうっていう感じですかね。 そうですそれがその最先端のテクノロジーで、本当に空中に人が飛んでるように見えるところを各地の観光名所にしていくっていうのはいいなと思います、ね、なるほど。あのなんかすいません、ちょっともう一つ調子に乗って、もし新しいスポーツ作っていいって言ったらどうなの？演出、スポーツ演出でもいいです、今あるスポーツの演出でもいいんですけど、僕ね、はい、あの昔あの企画した、はい、実は料理の鉄人と番組は結構有名なんですけど、うん、料理の鉄人以外で企画したけど全くメジャーにならなかったのがいくつかあるんですけど、その中の1個で、はい、ジャイアント将棋っていうのを考えたことがあったんです。ジャイアント将棋ジャイアント将棋はその将棋盤のようなものに、その駒のところに競技がこう書いてあるんですよ。なるほど。例えばレスリングのようなものとか、うん、あの何ですか、何があったかハンドボールとか、なんかまあそういうのがあって、で駒がこう選手なんですよね、はい、でそれを駒を動かしてこう相手と戦わせて、王様同士が戦うみたいな、
それをやりたいですね。この天道ちょっと漠然として分かりにくい、あの天道で人間将棋分かります？なんとなく天道でやってると人が駒になってる、はいはいはい、あれの本当競技場版みたいなもんで、それこそその安倍総理と誰々が、はいはい、国家クラス国家元首がこう対決するんですよ、はい、で横にはいっぱいこうあの参謀がいて、それで当然羽生名人みたいなその将棋的な頭を持った人がいて、あっちはチェスのじゃなんかがいてですよ、はい、それでじゃあ為末さんの駒をここに置くと良さそうだけど、こっちの水泳に持っていくとちょっと違うよなとか、そのでも水泳で戦わなきゃいけないとか。なるほど。あ、だからその人が持ってるスペシャリティと、あの置かれた場所でのやらなきゃいけない競技が違う、違う、違う、違うっていうか、その進んでいくことによってまた変わっていったりとか、そのなんか知能と体力をあの一緒にしたようなものはなんかやってみたいなと思いますけどね。なるほど。それじゃダメですよ。それはちょっとちょっとあまり気に入ってない。いやいやいや、面白いのはe スポーツって言われて、テレビゲームは今一応オリンピック入りしようとしてるんですよね、はい、あのそれでレスリングが一回外れてもう一回入ろうとしたじゃないですか、あの時に10個ぐらいがその順番待ちしてる中にもう e スポーツ入ってきてるんですよ。へえ。でオキュラスみたいなのくっつけてやると、まあ多分理屈上は世界同時リーグができて、あのつまり同じオンライン上で戦うんだけど、動く側もちゃんとなんか四角い真っ白の正方形の中で体を動かしながらこう映像の中で何かやったら、まあ一応スポーツっぽくもなるしっていうので、実際にそういうことを考えてる人たちもいるんですけどね。もしかしたら2040ぐらいのオリンピックの時には、あのまだテクノロジーが入ったスポーツは入ってないんですよね、実はね。ああいうものが入ってきてもなんか面白いのかなって気がするんですけどね。確かに今まで考えたこともなかったです。あ、そうですか。はい、はい、あとは、はい、じゃあ、あの AI という会社の高岡です。あの JAL さんに AI を入れていただいたらアナさんから外されまして、それあのよく聞いて聞いてます。もしその広告が出ましたら、はい、僕はあの下柳と真央ちゃんを一緒に共演させる広告を作ろうかと思います。あ、素晴らしいですね。あ、いいですね。これは一つ前からやりたいなと思って。実はですね、私ちょっと聞きたかったのは、はい、おもてなしっていうのは僕はお金の香りがしないんですけど、日本にはホスピタリティがないと思うんですね。でそのあの海外のオリンピックなんか行くと、その USOC のハウスなんか行くと、お金を払った人たちにはすごいサービスしてくれるわけです。でそのこれはその後のセッションがスポーツなんで、僕そこで言うとちょっと嫌なんで言いませんけど、スポンサーには何でも OK なんです、うん、でところがスポンサーじゃないとダメなんです、ね、うん、日本の JOC ハウスは多分怪我した人は入れてくれますけど、スポンサーが行ってもお酒も出してくれません、うん、でだからそのホスピタリティがないと演出なかなかこう日本にこうおもてなしの良さを出せないような気がするんですけど、うん、どうでしょう。ホスピタリティ、それはすみません、僕は全くこうオリンピック関係のものではないので何とも言えないんですけど、ホスピタリティってお金の香りがするんですけど、そのサービスするじゃん、日本にはそのなるほど、だからなんか一般的なあのおもてなしあってもすごいハイクラスの人用になんかやるっていうものがないって感じですかね。お金払ってもさほど出てこないみたいな感じですかね。スポンサーに対しての全然話ずれるかもしれないですけど、選手がスポンサーに対してあの感謝の言葉を述べずに会見が始まるのは日本だけだって言われてるんですね。日本の選手だけ。それは良くないのは、あの僕らは現役の間に一回も協会からどっからお金出てるかって説明されないんですね。で多くの選手は多分どっかから出てきてんだろうっていうぐらいにしか思ってないんですけど、本当は企業が払っていたり国が払ってるんですけど、あんまそういう感覚がないっていうのもあって、それも一つまあスポーツ界の悪癖っていうか良くないとこかなって気もするんですけど、お金というものに対する考え方をの教育がもうちょっと日本は進んだ方がいいなと思うんですよね。であのやっぱり僕はいつも思うに、お金は拍手であると、うん、その人に対する、まあ、チップってそういうもんだから、はい、うんうん、そういう感性でみんな使うけど、日本はなんかほら、うん、お金を持ってると、うん、悪いことをみたいな、ちょっとありますね。あとお金を使う人はダメな人みたいのがあるから、うん、なんかその文化そのものを変えられるような、うん、あの本当はやっぱり小学校の授業で、お金にまつわる授業をどこかできっちり、うん、そのやるべきじゃないかなと思うんですけどね。うん、あの財務省が本当は
お金のキャンペーンをなんかやったらいいのになと、はい、じゃあ、 あともう42秒ぐらいなんで、まあ、僕はまとめた方がいいと思うんですけど、まあ、すみません、いろいろと話が飛んじゃってでしたけど、まあ、でもすごく、なんかなんて言うんでしょうね、日本らしさっていうものについてやっぱりすごく考えさせられたなっていうのと、こう僕はいちご大福みたいなの話って結構好きで、いちごと大福混ぜちゃいみたいな、あんことパン混ぜちゃいみたいな話好きなんですけど、なんかああいう感じのものをオリジナル求めなくても、ああいう感じのもので演出していくっていうのは結構日本にとってはなんかいいんじゃないかなっていう感じがしたのと、あとはいろいろやっぱりこういうアイデアを出すときにどんな風に考えてるのかっていうのは興味があったんで、もし皆さんこの後に、今日も一日いらっしゃるんですよね。そうですね、はい、明日卒業式、卒業式で何君でしたっけ、半田君、はい、半田君に明日卒業証書を渡すみたいなんですけど、まあ、これで終わりにしたいなと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。